から引っ掛けます。そう、いい転がりしてる。低くね、低く押す。そう、そうやって低く押すんだ。すごくいいぞ。めちゃめちゃいいぞ。ほら、綺麗だよね。お、合格、合格。はい、第2グループ2日目です。だいぶスイング2日目で変わってます。キュン、すごい、すごく今体の近く、両肘が体が離れないにテイクバックして、キュンとちっちゃくなってます。今までは直線的なスイングで、今度はちっちゃくパクンパクンパクンから、今あるスイング、カクンカクンカクン、もう一回カクンカクンカクン、そう、そこで回るんだよ。すごい飛距離だよ。ね、なんかドライバーみたいな勢いあるの。すごい、ドまっすぐです。はい、右のお尻と右ももの裏を固くして、そう、それです。右足直角です。そう、左足は開いてです。そう、ワンモーション。キュン、すごくいいスイングです。で、ここで、キュン、キュンって2回ね、左足でねじってやると、コイルできます。トップでもコイル、ツイスト、フィニッシュでもツイスト、コイルです。左足の上で絶対コイルします。キュッキュッって背中をこちらに、僕の方に向けてやるとね、そういう、筋肉のメモリーがつきます。どうぞ、ワンモーション、はい、ナイス、キュッキュッて、ちょっとそのままね、そのままちょっと、これちょうど両耳の後ろです。こういう記憶してください。左肘絞ってください。左肘、左違い、真ん中に絞る。そう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 、この高さです。で、両肘が近づいたの分かります？そのままストップしてくださいね。両肘が近づいてますよね。そう、はい、こちらそうです。別にそこまで、これが離れなければいいってことです。で、はい、ストップ。で、これ離れない。こちらちょっと見ていただけます？これ、これインバランスフィニッシュ、猫招きって言います。へそも胸も全部こっち向いて、右膝がこちら向いてますよね。ここで目指します。ワンモーション、はい、ナイスイン。ああ、 だいぶ良くなってきたね。ほら、もう一回、あのね、5秒ぐらい自分の中で、はい、あのフィニッシュ取ってる感じです。よいしょー、すごいボール。はい、巻きついてます。どうぞ。その右手の形になったら本当最高だ。刺さんないです。刺さんないでしょそれ、ねえ。もう洋芝の多いとこなんかそういうスイングされたから絶対ですよ。刺さんないですか。1、2です。そう、ナイススイング。ほら見てね、グーになってるから。うわ、やばい、めっちゃ飛びますね。うん、そうそう、カバリングできてるよ。いつもなら起き上がってたんだけど全然です。この両肘の間に割り箸が挟んであって、これ次の瞬間に直角です。上げて、そう、こう、そうやって上がっていくの。もう一回、もう一回、もう一回。それ、それ完璧です。そう、それでいいです。内側に。そう。ほら、見て。すごいでしょ、大きなビッグボール打てるでしょ。ほら。ねえ。バックスイングね。はい。はい、バックスイングできました。で、この右肘が、の内側が、この前に、前に入ってくるの。こっち、前に。ダウンスイング前に、はい、ここに入ってくる、はい、OK、 はい、そうです。そう、それでいいです。入ってくる、ここ空いていいから、あんま閉めちゃうから、ここ入ってきて、ここスペースが空いて、これね、バックスイングするときに
あらかじめ右肩の上にセットしてあるところに、こうやって入っていきます。親指が。こうやって。ここ結構遠い、少し遠い感じするよね。だから、ボール真上から覗き込んだら見えない。少し右斜め上から見るような感じになってきます。その時に左肘を支点にして、こうやる。こういうふうに。こうやって、流しちゃダメ。こういう感じです。右手関係ない。右手が関係ない。はい、左肘支点。いろんなとこ行っちゃうでしょ、もう一回。これをもう目つぶってでもできるのと、もう一回。これ訓練です。そうするとボールを見る角度変わってきてるよね、今までと。肘も下向いてます。もう一回右肩目とここだから、もう一回、はい、このトップ作りましょう。はい、ほら見て、右肘入るだけあんな高くあんだよ。いつも右肘がビハインドだったの。でも最初に構えも大事。そうか、うん、ほら、すごい球出るじゃないですか。そう、ナイスイン。右肘入れてスライスアクション。あ、もう、すごい球。そう。いつものこうやってクラブがこう自分のこと追い越すことがないような感じの、こう、スライスアクションだから。そう、追い越さないの、体を。いつも後ろにいるヘッドが。そうそう、それでいいよ。それがスライスアクション。そう。ね、めちゃめちゃいいですよね。はい、完全頭右に動くでやってたんですよ、今度。でもそれが実は正しいポジションだった。はい、今までボールを左肩の外側から覗き込んでた。そう。めちゃくちゃいいとこ上がってるもん。はい。今回これだよ、本当に。よくできたよ。ありがとうございます。はい、グッド。それと左踏み込んでますよね。上げたらこっち右から。それ左踏み込んでますよ。はい。踏み込んでます。はいはい。今度は右から。ああ。右から入って。はい。右から入って。はい。右軸。はい。そう、右から入りましょう。そう。タイミングって右から入る。そうね。それでいいです。左から入ると開いちゃうんですよ。はいはい、はい。そう、右から入りましょう。そうです。いいですね。それが真ん中ですよ。あ、そうですか。もう一回。そう、そっちです。はい、右から入って、左腰を引く。いいですね。あ、回るな。くるっと回るでしょ。回りますね。はい、いや、完璧ですね。でしょ？ああ、まっすぐ。野球のバッティングです、本当に。まっすぐですね。ねえ。ありがとうございます。バックスイン。で、そこで、はい。裏入ってきて、その時に、はい、への字ですよね、これも。はい。ここ、へ。はい。はい、への字見えてください。はい。への字を置いてください。はい。右から入ってください、ダンス。踏み込まない。気持ちいいっすよね。気持ちいいっすよね、音ね。最高。軽く打ってます。うん。今度、右手も曲がったまま、ね、肩から入ってくから。そこから右手曲がったまま、そうやって入ってくるでしょ。すごいね。わかりました。はい。そうすると遅れてきますよね。そうですね。平の時間、肘が右前入って、そうですそうです。あの、いい球打ってるんですけど、時々こうパーンって右にスライス高い球する時は軸ぶれでかいです。で体も回りすぎちゃう。大事なのは肋骨から上、膝が正面向けて、こうひねる。そこがトップ。で足裏の中で回る方向と逆方向に働いてます。その時にしっかり地面をバイトしてこうこうで回ったところがそれ以上引っ張ったりしてこうです。もう一回もう一回、そう、それです。もう一回膝正面向け、足の中で全部ベクトルこっち、はい、それです。はい、そう、はい、これどうですか。力抜けてますね。こう隙間、そこですね。こう。はい、OK。じゃあ打って。
曲がんないでしょ、全然。全然高い球出ないですね。曲がりっこないですよ、それ。キュッと締まります。ね、めちゃめちゃ締まってるでしょ、肋骨が。肋骨が体幹締めるんです。もうね、来てからもうショートゲームがバリバリ上手くなっちゃって、ショットもいいんですよ。ほら、キュッと締まってるでしょ。あのベイビーフェードいいね。全然曲がらなくなったですね。曲がんなくなりましたね。すごい曲がってたけど、全然曲がんなくなった。ねえ、今暴れるどころかフェアウェイキープ率王って感じですよ。そうですね。両膝が正面向いてて、蹴ったら落とします。おー、 OK です。ありがとうございます。バックスイングも開かなくなりました。そう、ね、そう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 、今グーになってるじゃんこれ、はい、こうなってみて、でこれ下ろすでしょ、はい、フェース被ってないじゃん、はい、さっきずっとバックスイング閉じたままだったらこうだったでしょ、はい、こうね、 OK、 はい、行ってみましょう。分かんないで、はい、隣コース行ったっていいじゃん、はい、はい、ナイスショーです。見てナイスショー。そこで確認して必ず1回1回、はい、ほら、あ、はい、こうやってフィニッシュ取ったらそのままスッと落としたとき、この角度確認して、はい、スクエア、これかぶり、はい、OK、 はい、ナイスショーです。見て戻してスクエアでしょ、はい、こういう感じですね、はい、これね、はい、自分でやってみて、バックスイング、はい、はい、ダウンスイング、はい、これ、もう一回、はい、そう、もう一回、ほぼ正面向いて、初心だな、はい、なるべく、はい、バックスイング流れ、この場で、はい、バックスイング、はい、この場で、はい、そう、もう一回、流れちゃダメだ、はい、そう、これ、はい、これだよ、これ、はい、今までこうだよ、はい、見て、こう、はい、そうです、はい、こう、OK、 はい、そうしよう、僕見て、はい、ほら、これ、膝入ってんじゃん、はい、こう、はい、そう、それ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 、はい、それ、もう一回、ちっちゃく、そうそう、はい、これ入る、ちょっと下に圧迫してるでしょ、はい、右側から、右側から、こっち乗っちゃダメ、右側から、はい、これだけ、はい、これ、これ、わかる、ほんのちょっとこれ、わ、はい、かります、はい、どうぞ、ほら、見て、すごい球だなあ、しっかり血が足についてるよ、はい、あと10センチ後ろ下がって、はい、角度がいい、角度、はい、力、こう力、なでがたにしてもらう、はい、これ楽じゃね、楽です、楽だよな、はい、もう一回行きます、はい、行きます、今までこうだと、はい、こんなことだともっと高い位置です、はい、そう、はい、バックスインします、はい、こう、で肘もちょっと右肘、ここ右肘、ここ、はい、はい、パコパコ、肘パコパコ、はい、行きます、はい、これね、はい、膝流れてないね、これね、はい、これもう一回行きます、はい、バックスイン、力抜いて、はい、パコパコ、はい、肘パコ、だんだんこの位置、肘低いでしょ、低いですね、低いでしょ、はい、ここ、はい、はい、はい、そうです、はい、ねえ、すごい球、すげえ風が強い、ほら見て、ゴーツイン、はい、あ、もう絶対顎と肩がつかないんです、はい、で、胸回してみ、胸回してそこつくと、バックスイン、はい、胸見、ああ、それでいい、それすごい楽、はい、行きます、おー、ナイススイン、ちょっとなんか地中まずないと板挟んで、それ挟んでる感じ、はい、内もも緊張させました、はい、どうぞ、はい、肩撫で方、パコパコ、胸回して、胸回して、ほら見てね、はい、だんだん重心が下に来てんの、はい、今まで怒り方になってたね、はい、すごい球です、かっこいい、バックフェースのここがするようなイメージ、まあ実際ドライバーはすらないけど、こういう角度で入ってくる、はい、こう、円軌道だからこういう角度、 OK、 ほら見てみろ、はい、本当でしょ、スライスそうだけどそうじゃないじゃない、はい、もう一回打ってみな、
信じ切ること。普通じゃ考えられない、こんなヘッドのね。 OK、 ナイスショー。はい、信じられないでしょ、こんな角度で入ってくるんだね。はい、バックスイング、そう、そうやって、うん、そうやって回してくるのかって。はい、こう、これでいい、トップ、ここもカップリング作って、そう、見てみな、これすごい球。これだともう250ヤード超えちゃうんだよね、君の場合ね。バックフェースするっていうのはすごいね、お尻の後ろが出てくるんですよ。 OK、 今のね、ゴロないぞ今んとこ。はい、10発ないよゴロ。ナイスボールだ。おい、これが270ショットだ。はい、ありがとうございます。よし、すごいだ。はい、5日間でいろいろ試行錯誤しましたが、このグリップ見てください。僕もあまり見ませんけれども、超フックグリップですね。でもこれをね、やっぱりニュートラルに直すとやっぱりしっくりこないですよ。でこれ手のひらこのまま開くと、こう手のひら上向いてますよね。でこの手のひらは開かなくていいけど、下向いてると思うんですよ。これどっちかがこう喧嘩してしまうとフェース面変わっちゃうので、このままでこの右手ってこういうふうにこうやって使ってほしいんです、フィニッシュで。でフェースを自分での面イメージでフェース下に向ける。なかなかフックグリップなので真下向くことこれはできないと思うけど、なるべく努力してほしいです。そうすると右手首どうなってる、丸くなってるね。はい、そのイメージで振ってみましょう。フックの人は少しフェース開いて構えてください。そうっす。すごく良くなりました、ね。今面が一緒なんです。左手の平の面が下、右手が上向いてる。ずっとその面変えないです。ナイスボール。素晴らしいボール。すごいボールです。これ何番？9番です。え？9番で150飛んじゃうメーターです、ここ。はい、進化して今フェードを打ってます。オープンスタンス、そう。おー、ナイスボール、本物これ。わ、はい、かる、これを目指してるんです。はい、完璧、はい、すごいナイスボール、はい。まあ、僕も真っ黒に焼けたねこれね。すごい色してるけど、まあ、とにかく夏でも涼しいんですよ。もうすごくいい環境です。気温今31度なんですけれども、もうブリーズ、爽やかなブリーズ、気持ちいいです。回ってて、でね、カートでフェアウェイ入れるから風がね当たって気持ちいいですよね。日本の7月8月すごかったでしょ、猛暑で。もう地獄のような暑さでしたよね。それを考えると、次年度の、7月8月必ずやりますから、ぜひ、日本のね猛暑を抜け出してこちらに来ていただきたいと思います。すっごくねゆったりした時間の中で、豊富な練習ね、そして9ホールじゃないですよ、18ホール回れますから、絶対いいですよ。もう汗だらだらっていうことはないです。今こんなね、31度でもサラサラしてますから、みんな5日間元気でプレーできますね。ぜひ皆さん来年の7月8月こちらでお待ちしてますから、ぜひ早めにお申し込みくださいね。また今年も1月のね22日の週はまだ空いてますから、もし、夏のねゴルフ楽しみたいなと思いましたら来てください。よろしくお願いします。お待ちしてます。よいしょー、ナイスショーです。男性みたいこれ。ナイスボール、 OK、 ナイスアウト。完璧、ナイスショー、回転、ナイスボール、完璧ですね。
ナイスショーでーす。はい、お父さん克服。はい、飛んで。完璧。ムキムキだね。どう近くで見て。パコーンって飛んできそうですよね。怖かったっすね。右がお父さん、お母さん。で子供。こっち子供って本当素晴らしいねこの家族は。かわいいな。まあ、ナイスショー。ナイスショーです。パーフェクト。ナイスショー。おー行った。乗ったか？ナイスショー。どう？涼しいよね。涼しいですね。ね、なんか暑いっていうイメージある。カラッとしてて。カラッとしててね。日陰に来ればもう涼しいですね。日陰に来ると涼しいね。涼しいですね。うん。来たよ。よかったです。ね、お父さんも軽くオーバーサイズするな。でも嬉しいじゃん、お父さん。はい、ね、だと思います。本当にここ2人で内緒としました。ここお父さん、はい、息子さんすごい、いつも当たると50ぐらい落ちちゃうな、はい、下手したらな。そうですね、すごいよ。おーっと、おい、ナイスボール。ナイスショーだ。おー、ナイスショー。オッケー、ナイスショー。ナイスショー。これいいや。乗ったよ、これ。ナイスオン。完璧じゃないですか、最終ホール。すごいなぁ。はい、お父さんに負けるなぁ。すごいぞ。ナイスショー、完璧でーす。今日のゴルフ最高。ナイス。到着しました、ブリスベン。12月1日早朝6時半です。ブリスベン空港は通路が長い、結構歩くね。いや、いい天気だ本当に。もうすでに空港の中すげえあったかいもんね。あったかいね、すげえあったかいほらね、ここ通り抜けて日本人がね、真ん中のゲート、e パスポートホルダーの通りの入国審査、すごいね、人がね。あ、やっと来た来た来た、この青いやつ。もしね、荷物の中に、食物類や、海藻類なんかがあったら絶対申告してください。ゴロクラブはここでキャッチですね。はい、ここでキャッチしてくださいね。結構時間かかったね、1時間ちょっとかかったら出てくるのに。僕がお迎えに来るとしたらここで待ってます。あ、 SIM カード買うとこあるね、これで出て、あの右側にはね、両替と向こうレンタカーあります。あのシャトルバスね、利用でね、一軒一軒回ってくバスは左奥ですね。自分の家があのゴールドコーストで、列車でこれから乗ってきます。3階に行きます。あっちですね、あそこが駅です。ここだね、ここです。はい、ここでね、あのこの右側のこれゴーカードっていうのを買います。ここでですね、ゴールドコースト行き、ネラング行きを買って37ドルでした。このカードですね、このカードを持って、下の電車に乗ります。ですから皆さん、そうですね、サーファーズで界隈で、観光に行ったり飲み食べに行くのに、そうですね、100ドルぐらいクレジット入れといた方がいいと思います。
これはチケットとね、領収書になりますね。はい、列車はこんな感じになってます。今このね、エアポート、ブリスベン空港で僕はジャーンって乗って、僕ん家はここ、ネランドですね。で、その一つ手前のヘレンズベイで乗り換えると、はい、皆さんがね、宿泊するサーファーズパラダイスとかブロードビーチとかサウスポートになってますね。この辺すごくいいところですよ。これがね、中心街、これサーファーズパラダイスあるでしょ。で、まあ泊まるところはサーファーズパラダイスだったり、このメインビーチの上にはサウスポートなんですけど、サウスポートか、まあ、おそらく、まあ、このカジノのあるブロードビーチ、この辺りに泊まる。これ全部トラムに乗ってもう遊びに行けます。はい、ゴールドコースト行きの列車来ました。30分に1本です。こんな感じで中広々してますね。誰も乗ってないです。荷物もね、置けますよね。ここがね、ヘレンズベールステーションね。ここで、これ前に見えるのがトラムですね。これに乗り換えてサーファーズパラダイスに行くことができます。はい、ネランド駅着きました。この駅で降りていただいて、皆さんもここから、サーファーズパラダイス方面に、送迎することもできます。ここがネランド駅です。